小野田です。今ねアメリカのニューヨークに来てるんですけども、スターバックスの前にいます。ここのスターバックスに来たあの目的なんですけども、今ねスターバックスとポケモン GO がねコラボしていてですね、スターバックスがねポケストップとなってます。まあ、それでね今回はこっからが面白いというか、まあ、あのネタなんですけども、このねスターバックスにねポケモン GO フラペチーノと呼ばれるね商品がねこのコラボによってね販売されてるらしいです。まあ、それをね今回ねちょっとね注文してみて、まあねポケモン GO フラペチーノ全然想像はつかないですけども、どんなものかっていうのをね今回ね注文してみたいと思います。ちょうどねあの今のタイミングでハッピーアワーって言ってね3時から5時まで夕方ですね、フラペチーノが半額なので、このポケモン GO フラペチーノも半額でねなんかどうやらね注文できるらしいんでね、今ちょうどね3時ぐらいなんで半額でねポケモン GO フラペチーノでですね注文してみようかと思います。それではね早速中に入ってみましょう。Can I get the Pokemon Go フラペチーノ？ You guys know how to make the Pokemon Go? それではね、ポケモン GO フラペチーノ、あの注文したらレジの人はまあなんかそういう商品があるっていうのは知ってたみたいなんですけども、それってうちの店で作れるのみたいなのをね上司の人に聞いてて、なんか結局ねこんな風にねラズベリーの、まあ、あのこうフラペチーノっていう上の人がね、まあ、それだったら作れるよみたいな感じでね作ってくれました。ちゃんとねここにね商品名見えますかね、ポケモン GO フラペって書いてますよね。なんかちゃんとね商品名あるんですけども、実際ね頼んでる人はねほとんどいないようです。まあ、それで値段なんですけども、さっき言った通りね、まあ、半額なんで、なんとねこれ 3ドル、これがたったの3ドルですね。今半額なんで、まあ、通常だと6ドル、まあ、それでもね日本に比べると安いような思えるんですけど、この量でね、まあ、それがねたった今ならね3ドルで注文できました。まあ、実際ねどこがポケモンなんだっていう話あるんですけども、ちょっとね飲んでみてね、なんかあのポケモンっぽいのがちょっと確認してみたいと思います。まあ見た目通りあのラズベリーでの味がして、まあ、どこがねポケモン GO なんだっていうふうには思うんですけども、ポケストップに書いてはねあの商品と一緒なんで、まあ、無理やりねポケモン GO とコラボして作ったっていう商品でしたね。これね、まあ、あのポケモン GO のポケストップになってるうちはこの商品あると思うので、もしねアメリカ来てねスタバ行ったらねこれねぜひあの商品まだあるのであれば注文してみてはどうでしょうか。おすすめです。ちなみにねアメリカポケモン GO やってる人ね、僕もね、まあ、たまにねこう開いてたまにやってるんですけども、今はねあのアメリカでポケモン GO やってる人は誰も いないですね。あのいろいろチラチラ見たんですけども、誰もポケモンっぽいことしてる人は誰もいないですね。まあ、結構ねポケストップはこんな風にあるんですけども、まあ、どこもねあの桜が咲いてるところはないんで、まあ、誰もねちょっとやってる気配はないんですけども、まあねあのぜひともスターバックス、アメリカのスターバックス来ることあればね注文してみてはどうでしょうか。そんな感じでね、まあ、今回の動画は終わりたいと思います。